中国史なんかね、あの難しい漢字いっぱいありますから、王義史とかね難しいですね見たことないよね。いやないですね。はい、こんにちは。今回は京都大学の世界史4次の問題ですね。それを解決するたった3つの方法をご紹介いたします。 SMK の薄井です。まあ20分20分にしました。得点配分が30点30点だから知識で60点がっつり取られる。知識問題で時間取られないように論述で十分に時間取って書いてから大急ぎでやるかな。大問がそれぞれテーマ別に A と B と分かれます。問題の方式はですね、空欄補充、あと下線が引っ張ってあって、それに関する質問がまた別に用意されている。2021年にちっちゃい論述があったのが2022年になくなりました。はい、傾向ですね。日本史に比べて楽かな、そんな知らないことはないんじゃないかと。特殊なことは聞かれてないような気がしますね。年号を言えとかそういうのもないし、その文章を読めばあのことだなってすぐ分かる。現代史ですね、前年以降も出題されているので現代史も抜けないということですね。それでは方法3つです。勉強方法なら SMK、 とにかく書かせるんですね。記述なんですね。あの選択肢で選べっていうのはほとんどないので書きながらインプットします。中国史なんかね、あの難しい漢字いっぱいありますから、王義史とかね難しいですね見たことないよね。いやないですね。一問一答で、アウトプットもするんですけども、まずインプットの時にちゃんと書きながらやる。で、じゃあアウトプットはっていうことで、アウトプットの練習はちゃんとしないとですね、あのインプットだけだと思い出す回路が発達しないですね。説明から用語を言えるようにしたらいいと思いますね。ある程度覚えたと思ったらランダムに。はい、ゴム用の最初だけです。毎年よく出てるなと思う地域名界隈がよく出てるなと。勉強しながらね、都市名ができたらどの辺にある都市で地図で確認しながら少し意識して覚えられるといいかなと思いますね。2022年の2番、バグダード。この河川の名前を答えよう。皆さんどうですかね。バグダードだってあの辺かなって分かるかもしれないですけど、ここに川があったような気がしますね、有名なのが。なので都市名とかですね、地域名、地図帳を見ながら確認しておくと。ということですね。はい、分からないことや気になることがあればコメント欄にてご質問ください。一つずつ回答させていただきます。今後もこのような動画を公開していきますので、高評価やチャンネル登録をお願いいたします。はい、皆さん京都大学頑張って合格してください。ありがとうございました。東海から学校に行きづらい方、学習障害や発達障害、ウィスクの結果に悩んでいらっしゃる方のために、ではどう考えていったら学校や勉強がやりやすくなるのかという内容の書籍が刊行されました。先着10名様に差し上げますので、詳細にありますホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。